は金曜日ですね、ちょっと2日間ぐらい動画を出せなかったんですけど、いや皆さん申し訳ありません、もうちょっとね、何かありましたかとか書いてくれた方もいるんですけど、いや別に何もないですただ出せなかっただけ。これなんでかっていうとさ、最近さもう暑いじゃないですか。昨日もなんかニュース朝のあれでやってたけどさ、もう災害級の暑さなんですって。うん、でも実際その通りですよね。今日まだいい方だけど、今日昨日ぐらいはその前ぐらいなんか最悪で、で僕もちょっとまあ後でまた見せますけど、 やってた作業が全然うまくいかなくて、これ一番の原因は暑さだと思うんですけど、こんななっちゃうもんでさ、集中していろいろやってるとさ、これで細かいミスが重なって、また作り直しまた作り直しをずっと繰り返してたんですよ。ミスじゃないですけどね、こういう風に向けたら今度ここが当たるからって、でもこう伸ばしてったらとかさ、いろいろあってさ、現物合わせで作ってるので、でまあそんなことを繰り返してるとさ、やっぱ夜7時ぐらいまでやるんだけど、もう全然作業進んでいかなくなっちゃうのよ、そのぐらいからもう体力的にだもんで、今日はここまでみたいになって、で そこからいつも動画編集とかやるんだけど、もうその気力が残ってなかったんですよ。うん、もうすぐ2階上がってシャワー浴びてなんて、でご飯食べてパタっていう感じになっちゃうんですよ。でこれでうまく進んでいかないじゃん作業が。余計その動画編集する気力が湧いてこなくてさ、湧いてこないというか残ってなくて、うん、本当すいません、もうそんな感じだっただけです。ただはい、まあそんな感じでね、ちょっと言い訳のお話から本日も作業を始めていきたいと思います。だいぶいいとこまでやっと来たので、うん、多分今日は動画編集する気力が残ってると思います。はい、なんで今日も頑張っていきますのでね、皆様、最後までご視聴よろしくお願いいたします。できましたら高評価グッドボタンもいただけると、おじさん暑さに負けないで頑張れるかもしれない、そんな感じでよろしくお願いします。もう朝からこの暑さ、まあまあこの有様を見てくださいな。言い訳じゃないのよファンベルトの数、これもう全部無駄よ、使えなかったで、まあここを皆様見てください、このシルバーのこのパーツ、何だと思いますか。そうです、ロズウェル事件の時に拾われた UFO のかけらですよ。ああ、ほんとすいません、お怒りはごもっともだと思いますが、ちょっとぐらい私もギャグを言いたい気分の時もあります。なぜかというと、やっと完成したんですよこれが。これも向こうのステイに合わせて耐熱入れたんですね、うん、で、色を塗るのをもう今日午前中のうちにちょっとやっといたので、で今お昼ご飯を食べ終わって、取り付けに本組ですねに入るところです。あ、説明していいですか、なんで時間かかってたのか。まずね、こいつこれこのステイね、これオルタ用じゃないと思うんですよ。シボレーの V のウォーターポンプがショートかロングによっても変わってくるんだけど、だいたいシボレーのオルタネーターのブラケットっていろんなものが発売されてるんですけど、結構手に入りやすいのはね、左肩にオルタが つける場合のステ、うん、その辺はね結構いろんな種類が出てるんですよ。でも右側にオルタを持ってくるステっていうのがそんなになくて、いや本当はすごいいっぱいあんのかもしんないけど、信頼できるのとかさ、ね、いろんほら外人さんっていろんなのがあるから、個人でパーツ作って売ってる人っちもいるもんでね、うん、そういう方がよくできてるなっていう場合もあるらしいですけどね、うん、
まあ、とにかくそんな感じでさ、あのこっち側にオルタを持ってくるときってさ、いや出るあるにはあるんですよ、うん、ただその場合はあのこっち側に左あの反対側にエアコンのコンプレッサーがつくようにして、それと連動してるブラケットみたいなやつとかね、まあ、あのパワーステンドポンプから何から全部こう連動しちゃってるようなすごいやつとか、そういうのとかもあるし、あのオルタの位置がちょっとこう上の方に変わるやつとか、うん、でもそういうのもショートウォーターポンプ用だと使えないとか、あのロングウォーターポンプ用だと使えないとかさ、細かくすごいいろいろあるんですよ。で俺この今くっついてるこれねあるじゃんね、これオルタ用じゃなかったような記憶がなんとなくあるんだよね。違う、分かんない、俺が間違ってるだけで、これオルタ用だよって、オルタとして使ってもいいんだよみたいなのもあんのかもしんないけど、ちょっと分かんないけど、でもここの取り付けは絶対ここじゃないのよね、あの正規のこと言うとね、うん、別にいろいろ工夫してさ、辻褄を合わせるってことだもんね、こういうのっていろいろ工夫して考えて作ってさ、いろんな付け方でとりあえず本当にこういろいろ固定がちゃんとできるような付け方だったら大丈夫だと思うのよ、うん、現にあのジョコンダさんもこっち側にオルタつけてさ、俺でもブラケットがちゃんとしたっていうか考えてるやつが手に入らなかったもんで、あのこの取り付け位置にねいろいろ考えて、でもねあっちこっちちょっと工夫して自分で作ってさ、うん、それで支えてるってやつですよ、うん、あちょっと見せましょうか。はい、久しぶりのジョコンダさんのエンジンルームでございますね。ジョコンダさんのこのオルタのねあの止まり方すごいあれでしょ、強引な感じで作ってるあるでしょ。まあ、もっと簡単に作ることもできたんだけどさ、これをやった時はさ、ちょっとこういうのが好きだったっていう感じねゴテゴテしたのが、うん、まあそのうちまた今度ねエンジン積み替える時には作り替えてまたなんかって思ってるんだけどね、いろいろ。そう、まあ結局ねこれね、あのジョコンダさんで見てもらった通りさ、辻褄合わせだもんでね、じゃあこれをまずさ最初にさ、もうこの棒がさ一番詰めてもさ、もうこの穴に入んないんですよ、ここにね。これがピトってくっついてくれりゃもう話は早いじゃん。でまずつかないと、うん、その理由としてはここから取るんじゃないんですもんこれ、うん、2つのステーみたいのがあって、その上にこの取り付け位置がもっと全然上の位置なのよ、うん、ほんで広げてってっていうのがあるよね。そういうのも全然違うしさ。じゃあでもこれでなんとかするしかないから、じゃあそのステーを作りましょうっつって作ったんだけど、これ正直何回も作り直してやっとこういう形まで来たんですよ、うん、こういう風にねこうまっすぐはまるんだけどね、うん、前はさ変なステーがついて、こいつがあのそのこっち側にこうへしゃげた状態でついてたでしょ、うん、それをまずなくしたいっていうのがあって、ここでそれで調整を取るようにしたかったよね、せっかくこれがついてるんだから、うん、最初についてたのだともう調整もクソもないもんでね、そこで固定されてるっていう感じだから調整がしようがないよねなんでこれでちゃんと調整ができるようになったと思うのでっていうところまで昨日出たあのできたんですよ、うん、でこいつもこのねあの長さとかあのこの触れとか角度とかさ、すごいいろいろやり直してねほんでここまで来たんですよもう褒めて褒めて。だって一番縮めた時にファンベルトが入って、なおかつちゃんと貼れる位置でここの長さをが固定できるようにしとかないと、ここを伸ばした時にこの貼り具合の調整ができないんですよね。えすいません、ややこしい言い方でその調整にえれえね時間が取りましてね、丸々作り直したな。1回目は丸々作り直して、2回目はあの穴の位置が合わなくて
作り直してっていうのをずっと繰り返してたんですよ。そんでもうちょっと動画をもう出すね、面白くないじゃないですかね。2日間にかけてさ、じゃあ今日も頑張ります、うまくいきませんでしたっていうのが2日続くわけですよね。え、面白くないじゃないですか。だから出さない方がいいかなと。いやー、嘘、本当は出したかった。でもその出す気力がなかった僕に。でちょっと組んでみます。はい、それじゃあ調整してみましょうか。ダメだ、ここが動いてってしまう。これじゃダメだ。これじゃダメなんだよ。ちょっと待ってください。どうでしょう。動いていってしまいます。ダメです、ダメです、これでは貼れません。しかしこれ以上もう強く締められないぞ。はい、というわけでストッパーを作ってきました。この2日間で分かったことが、最初はフリーにしててシャクトリムシのようなね、あれを取ったりとかしてたんだけど、何をやってもダメで、やっぱこいつはもう完全固定。ちょっと今遊びがある状態だけど、ここでキュッて本当に締めてあげるとちょうど遊びがなくなるので、このぐらいで、この位置でベルトをかけて、なるべく引っ張ったところでここを固定します。いいよ、ちょっと待ってね。まあ大体この位置ね。であとはこいつでクリクリ調整していくっていう風に結局なりました。よし、チキショー、何回作り直したことが。じゃあこれある程度成形してもう一回色入れます。はい、そんな感じで乾いたので組み付けてみましょう。もうお願いしますよ、本当に。でちょっとつけてみます。はい、取り付けたのでここをクリクリ回してみましょう。ここが動かなきゃ OK ね。はい、いい感じです。このぐらいかな。念のため、まあ貼れるだけ貼っといてもいいけど、まあでも大丈夫なところでいいにしときましょう。で、朝にも言ったと思うけど、多分これね、オルタ用のやつじゃないんだよね。やっぱエアコン、両方でさ、セットになってるやつが多分あると思うんだけど、向こうにオルタで、ここはね、多分、エアコンのコンプレッサー用のやつなんだよね。それか、いや、パーステは下につけるやつだよな。でも、こんな感じのパーステの固定用のやつもあるんだけど、だと思うんですよ。わかんない。それか、僕が知らないだけで、こういうオルタのやつがね、これ多分もともとは高いやつだよね。高いやつだよね。ビレットだもん。磨けばすんげえ綺麗なんじゃないかな。今薄汚れてるけどね。多分エンジンね、最初はすごい綺麗な感じだったと思う。うまく色合わせとかもしてあるしね。いいね。ウォーターポンプ錆びちゃったの残念ね。こういうのこう一個ずつ綺麗なにしていくと、そういうのも楽しいですよね。そうか、いいじゃない。じゃあまあこんな感じでいいにしといて、もう固定しちゃいますね。最後にはこのナットでね、よいしょ、クッて固定する。オーナー様、ここが調整で使えるようになったのでちょっと便利です。はい、ガチガチに締めました。ベルトも大丈夫。よし、まあ、これでさ固定されたわけじゃないですか。いい感じですよね。
もうちょっとこうクイっていうのを作ってやってもよかったかもしれないけど、もうこれ以上いいにするよ3日かかっちゃってるからさ、サボってたわけじゃないんですよ、本当に試行錯誤試行錯誤してさ、こうやってついちゃこれじゃダメなのかとかさ、すんごい作り直したんですよ、ほぼ3日間。まあまだちょっとね、今お昼ちょい過ぎだけど、今日はよかった。ほらこれでちゃんとまっすぐ固定でしょ、ぶれないで OK だ。でここで調整できるようになった、うん、もうちょっとね短いやつでも多分大丈夫ですよ、オーナー様。これ一番向こうまでやった時ね、そう思ってちょっとねさっきねいろいろ買いに行ったんですけど、いてちょっと待って、腰ばっかいて、おそらくこれ2本とも結局使えなかったんだけど、もう一個下のサイズだったらカバーに当たるぐらいまでオルタをガンってやって、そうするとここの距離がもうちょっと短くても済むよね。まあ別に飛距離なんかどうでもいいからとりあえず固定してちゃんと貼れれば OK だからさ、とりあえずこんな感じでやっとこさオルタの作業を終了しましたよ。一応サブタンクのステーに合わせてこういう感じのやつを作っときましたんで、で色もねシルバーにしといた、いいじゃん。さあ次の作業にやっと移れるよ耳をつけていきます。お耳ちゃん、この引っ張られたフェンダーね、でその耳がつい、あちょっと待って立てない、どうしよう、あおい、あ腰やべえ、本当にやったかもしれない、ちょっと軽いやつ、はい、縁だけ削り落としました。あのぐるぐるにビタッビタに溶接はしないので、あの点付けでつけてきますんで、とりあえず強度が出ればいいので、でアンダーコートがやっぱりあれ泥かなと思ったんだけど、アンダーコートが土汚れ泥汚れでコーティングされてる、やっぱり、うん、なんで上から、あの申し訳ないですけどね、全部剥がすのはちょっとこれはもう無理なので、あの新しく作ったところの上からアンダーコートをこういうとこだけ、うん、かけときます、申し訳ないですがね。じゃあそんな感じでちょっと耳の寸法を、はい、あはははは、腰やべえ腰やべえよ、はい、では耳の部分を1個切り出してきました。ちょっと待って、こっちが痛い、これね、てっぺんにこうやってつくやつ、あ逆だ、向こう側にこうやってね、でね、あの DIY でやってる方たちね、あのこれから耳つけるよみたいな人ってほらいっぱいいるじゃないね、よくわかんねえけど最初にね、あのそういう時はあのこういう穴開けとくとね、あとで稲川がここで配線でこう止める時とかね、こういうの止められて便利ですよ。じゃあこうやってね、ちょっと現物合わせでね、あのここがもうガッタガタなので当たり前なんだけど、調整をしながらやっていきます。はい、成形しまして、これでとってくっつくようになりました。ここが頂点、なるべくここはね、この出っ張りによりちょっとで、何言ってるか分かんねえかつけていきます。あ、痛え腰痛え、よいしょ、今ここまでくっつけたけど溶けてきちゃう溶けてきちゃうよ。だから本当にあの点付けでもうやっていくしかないよね。いけねえかなと思ったんだけど、やっぱ溶けてっちゃうしょうがない、しょうがないなこれは、うん、まあちょっとねこんな感じでやっていきます。先にくーちゃん散歩が、まあ結構いい時間です。